教えて先生。今日の疑問のお手紙はじゅんとさん9歳から。自分を誇らしく思うためには何が必要ですか？そんなじゅんとさんの疑問に答えてくれる今日の先生は、中東にあるイラン出身の女優のサヘル・ローズさんです。サヘル先生はイランで生まれましたが、戦争から逃れ日本に来ました。慣れない日本での生活でしたが、今は女優として活躍しています。さて、先生はどんな答えを返してくれるのかな。あ、かわいい。誇らしいか、誇らしい。何歳で誇らしいを考えるようになったんだろう。私じゅんとさん誇りを持ててないのかな。私もそんな時期があったよ。私はイランで生まれて、4歳の時に戦争によって家族と生き別れてしまった。だからね、私は自分の本名もいつ生まれたのかもわからないんだ。そして育ての母フローラと一緒に日本に来ました。学校では外国人だから見た目も、そしてはっきりと自分の考えを言ってしまうから、そのことを嫌がられてしまった。家もお金がなくて、漫画も買えない、ゲームもない。どんどんみんなと話せることが見つけられず、気がついたらクラスでいつも一人ぼっち。なんで私はこんな思いをしなくちゃいけないの。周りのみんなが羨ましくて、自分に誇りが持てなかった。そんな時、育ての母が教えてくれた。人と自分を比べても何もいいことがない。大切なのはなりたい自分を思い浮かべること。だから私はなりたい自分を想像してみたんだ。それが誰かと比べなくなった一歩だよ。私は今世界中で苦しい状況にいる人々の声を伝え、そして助けたい、そうイメージした。そして今なりたい自分になれた。それが私の誇りだよ。だからね、じゅんとさんの誇りは誰かがくれるものじゃない。ちゃんとあなたの中で芽は出ているよ。他人は他人、あなたはあなた。さあ、じゅんとさんのなりたい自分を想像してみよう。サヘル・ローズ、ブセタラナシーさん。じゅんとさん、誇りは育てるものなんだね。先生、素敵な答えありがとうございます。テレビの前のみんなからも自然や未来についての疑問を募集しています。疑問のお手紙待ってます。